はい、こんにちは。日本海学徒奥津沢です。アットマーク堀越克美様、広道様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。地方議員にも国家間は必要ですが、救助廃止や NHK スクランブルはどうしても国の施策で施策で、地方議員はどうにもできないんで、日本改革と地方議員はこれやりますっていう公約ですね。その自治体での外国人生活保護の件数や割合、国籍別などの実態を明らかにし公表する、議会で廃止を訴える、外国人の国保税滞納の件数や日本人と比べて滞納率がどうなっているか国籍などを明らかにし公表する、豊島区ではなんと 53% も滞納していた外国人が、成果の見えにくい委託事業、補助金事業を調査し、疑義があれば糾弾する。これコラボや若草やパップスやボンドのようなのがいないかどうか、その市やその区にね、関わっている議員や役所員も追及する。どうせ共産党とかが関連でしょうから、など、まあどうせね、共産党はそういう事業には関わってるんでしょうから、まあ見つけたら一緒に叩くと、こんな感じになっております。立候補予定者は10名、東京で6名かな、茨城、水戸市に1名、千葉、浦安1名、神奈川1名、埼玉2名、あ、じゃあ東京4人かな。岸田総理を狙った爆弾テロ未遂事件発生いたしました。選挙応援演説会場、これ今衆院の補選やってますからね、和歌山の漁港だって、総理の間近で銀色のパイプが爆発、大きな音が出たが怪我人はなしと、犯人は現場の漁師さんと SP に取り押さえられ、まあ、現行犯逮捕、威力業務妨害容疑で逮捕、24歳の男、2発目のパイプ爆弾に火をつけている最中に周囲の漁師さんがこいつやー、あとヘッドロックかまして、後から SP が加勢して取り押さえ、騒ぎを受け漁港での演説は中止したが、1時間後、和歌山駅前演説会は予定通り実施したそうであります。なかなか肝が据わってんだねが岸田総理、この前の演説会場で大きな爆発音が発生した、爆発音とか言うのやめなよ、爆発がでいいんだよ、詳細は警察が調べているが、皆さんにご心配をおかけしたこと お詫び申し上げる、国にとって大切な選挙、皆さんと力を合わせてやり通さなければならないと、一般反応です。容疑が甘い、殺人未遂だろ、まあね、威力業務妨害なんつうと、最大で5年だっけかな、いやテロだろう、国家反逆罪かな、山上を変に擁護する連中のせいで真似するやつが、物価高だと低賃金で仮想の生活苦すげえから、こういうことに、まあ、不満が高まってんですかね。増税すごいもんな、5割負担だもんな、ご高ご民、私が若い頃は 35% ぐらいで住んでたもんな、サミット中止を狙っているのかも、我が国もすごいことになってきたな、こういうね、無敵の人、何やるかわかんねえ絶望した人を増やさないために生活保護とかがあるんですけれども、まあまあ、所得格差も広がる一方であるし、重税だしで、なんだかこういう事件増えるかもしれないですね。電車のモニターで知ったんですけど、第一弾はね、驚きました。直感的にですね、山上の模倣犯かな、マッシェルな頭、頭髪、まあね、キノコみたいな頭ね、外出してなさそうな色の白さとか、ひょろ具合が山上に似ておりました。まあこんなやつですね。だとしたら安倍総理を害した山上をですね、山上様なんて崇めてる連中のせいですね。背後に黒幕やそそのかしたやつがいるかもしれないんで、めったなこと言えませんが、まあ続報待ちですけれども、取り押さえた漁師のおっさんに称賛の声が集まっておりました。漁師のおっちゃんお手柄、漁師強え、
おっさんの躊躇のなさがすごい。漁師のおかげで2発目防げた。おっさんたちいなかったらマジやばかった。毎日海で鍛えている人には勝てませんわ。高画質映像、離れたところからズンズン進んでヘッドロック。このおっさんが奈良にいれば、てんてんてん。このおっさんを SP にスカウトしろ。サミットにも漁師用意しとけ。SP になる資格に漁師経験を追加せよ。こいつやーって叫びながら、まあ、ズンズン接近してヘッドロックかましたそう。で、さすがね、板子一枚下は地獄の漁師さんだな。なんか覚悟の決まり方が違うのかな。海上に連れてかれてですね、解体されて捨てられるとどうにもなんないから、ヤクザも漁師には逆らわないって聞いたことあります。逆らえないですけれどもね。日本で一番死亡率が高い職業は農業。意外なことに農業なんですけど、これは就労者の平均年齢が飛び抜けて高いからっていう説もありまして、たまたま畑で死んだだけで老衰じゃないのみたいな事例がいくつかあるもんでね。しかしすげえな漁師。 SP になる資格に漁師経験追加、激しく賛成いたします。続報あり、現行犯逮捕された容疑者は兵庫県川西市欅坂在住、職業不詳の木村隆二24歳、本人は黙秘続行中だそうであります。なんか素人じゃないな、ただもんじゃないな気がするんですけどね。黙秘続けるなんてね、一般犯まだ若いのになぜ、一体何者なんだ。失敗したのに清々しい顔して、山上陽子の報道のせい、大学生みたいな顔して、一体何者なんでしょうね。めったなことは言えないんで続報待ちですけれどもね。山上擁護報道のせいで意見が一致しておりました、大体のとこではね。安倍がでもろくなもんじゃないなと今更ですけれども、ガーシー容疑者の共犯容疑で池田俊介40歳を逮捕。行動を共にし、脅迫動画の制作と編集に関わっていた模様であります。旅券返納命令期限が出されており、14日、昨日が期限なんですけれども、ギリで帰国して成田に待機していた捜査員が逮捕したと。ギリギリで旅券法違反、懲役5年は免れたのかな、この人はな。まあ、そんなね、重罪を犯してられないですよね。一般犯の一生逃げ続けるよりさっさと捕まった方が楽と判断したのかな。なんだかんだ効果あるんだな、旅券返納命令。本気の警視庁、帰国したらそら捕まるわ。着々と外堀埋められてるやん。逃げても罪が重なるだけだし、犯罪教唆の立花が本命だろ、いう意見がありました。これは拘留期限長くなるかもしれないですね。保釈が認められないケースっていうのはありまして、組織犯罪の場合はまずは認められない。見つかってない証拠が多いって思われて下手に保釈すると証拠隠滅図られる恐れがあるって考えられる場合は保釈が認められない。住所不定であるとか無職であるとか身元引受人がいないとか逃亡しやすい条件がある場合は、保釈が認められない。現に逃亡してたやつだし、旅券法違反を恐れて帰国したなので、旅券返納命令が投げれば逃げ続けていたと思われると、やっぱ逃亡する恐れは十分ですね。これ保釈は絶望的であります。裁判終了まで東京拘置所でしょうかね。でね、保釈は認めらんにいいから、まあ執行猶予でやっと出られる。実刑だったらそのまま刑務所に行っちゃうってことで、こっから長いよ、この人。ガーシー容疑者の共犯なので、ガーシーの裁判と並行して行われるのが慣例っていうか、そういう風になっております。両者の供述に食い違いあると整合性取れないんでね。お互いがお互いに罪をなすりつけ合って違うこと言ってるとか言うと、まずいんで、ガーシーが逮捕されるか未定、そっから起訴になるか未定、裁判開始も未定ということで、この人は動画編集しか手伝ってないなら執行猶予つくかもしれないですけれども、まあまあ出れないな、東京拘置所に
長らくいるようだな。ガーシー町、東京拘置所でガーシー町、ちょっとだけ気の毒だが、まあ自業自得ですかね。着々と進んでんなーって、ガーシーの追い詰めるあれが、まあ警視庁をあんだけバカにしたら、捕まえるもんなら捕まえてみやがれぐらい言ってね、あんだけバカにしたら警察も本気出すわな。まあ自業自得だわな。で、思います。というわけで、日本改革党明日から、選挙期間突入ですけれども、立候補予定者を、応援通過、そこの選挙区に住んでる方、お知り合いいたらば、お声掛けしてくださるとありがたいであります。浦安市、大田区、北区、江東区、越谷市、世田谷区、豊島区、富士見野市、水戸市、南足柄市で10人が立候補する予定であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。